皆さん、ついにフリケンも終わりました。次3級です。あと3つ技紹介して終わりになります。3級は日本一周、こんな技ですね。まず小皿、順番を覚えましょう。小皿に乗せて、大皿に乗せて剣という技になります。持ち方は一緒です。止め剣の時と同じこの持ち方で、上げて小皿、こうですね、横、はい、小皿、次にピュー、大皿乗せます。その時穴がですね、剣玉の穴、自分の方を向くと非常にやりやすいです。いいですか。1、2、このまず練習ですね。小皿、大皿、はい、で穴が自分の方を向いている、はい、いきますよ。小皿、大皿、ピュ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 、穴が自分の方を向いている。で最後は穴をしっかり見て刺す。最初ゆっくりでいいと思います。小皿、膝を使って大皿、刺す、はい、これが日本一周です。ポイントは穴を自分に向けることがポイントですね。でその後刺すときも球を上げないというのがポイントですね。上げると難しいです。この状態で剣を傾けると、みんな穴が下になってるの分かるかな、はい、こうですね。でそこで待つイメージなんですね。剣を傾けてそこで待つと。いきますよ、見ててね。今のイメージわかるかな。傾けて刺す、これができると日本一周いけると思います。応援してます。はい、続けていきましょう。世界一周です。日本一周に中皿が加わります。で最後刺すというのが世界一周です。なので基本は同じ、1、2、3、穴がこっちに向いている、で剣を立てると穴が下に来るという感じですね。いきます。これが世界一周、これで2級です。もう一度いきます。小皿、大皿、中皿、剣、これが世界一周です。もうすぐゴールが待っております。さあここまで来れたらパーフェクト、いやパーフェクトです。頑張ろう。